GRB080319B は2008年3月19日6時13分に牛会座の方向で発見されたガンマ線バーストである。GRB080319B は現在知られている中で死等級が最も明るいガンマ線バーストである。明るさのピークの30秒間は肉眼で見える6等級を上回り5.8等級に達する明るさとなった。 これは肉眼で見える明るさとなった唯一のガンマ線バーストである。また GRB080319B までの見かけの距離は75億1200万光年空間の膨張を考慮した実際の距離は103億6000万光年もありこれは肉眼で見えた最も遠い物体である。常時肉眼で見える最も遠い物体は アンドロメダ銀河もしくは三角座銀河であり、それらの数千倍遠い距離にあることになる。GRB080319B の明るさは、四等級で9.0等級以上だった時間も60秒間続いた。また、バーストから3週間経っても GRB080319B の残光が明るすぎて、バースト源の銀河がハップル宇宙望遠鏡で観測ができなかった。 GRB080319B は、クラークイベントと名付けることが提案された。この名前は、このガンマ線バーストの発生時刻の数時間後に、亡くなった SF 作家、アーサー・シー・クラークにちなんでいる。ありがとうございます。